自分が働いてる職場のお客さんが手放すってことだったので、それをちょっと紹介していただいて買うことになりました。あ、そうです、ディーラーに勤めてるので、そのお客さんから譲っていただきました。はい、初めてです。ずっと軽自動車乗ってたんで運転できるかなって不安はあったんですけど、まあ、好きなんで慣れて運転できたら一番いいなと思って購入しました。いや、もう購入する時からもうすごい綺麗で、それも購入を決意したきっかけではあります。もともとナルディがステアリングついてたんですけど、そこだけ純正に戻して、もうバチバチに純正で行こうかなと思ってます。でもエンジンルームは開けた瞬間もなんかフィルターとかも意味わかんないぐらい大きくて、全くもう同じ車でも作りが違うなっていうのが、まあディーラーで働いててちょっと知識があるからこそかなり驚きました。あと、まあ便利じゃないんですけど、手動の窓だったり集中ロックもなかったりするんで、でもなんかそれもまあ逆にいいかなって思います。多分オールペンは知ってると思うんですけど、カラーコード的には多分純正のカラーで、はい、なんかパキッとした白じゃないのがまたオフホワイト的な感じで可愛い。でもどっちも欲しくなります、角目も丸目も。角目だったらもうハイルーフでめっちゃリフトアップして。一番気に入ってるのは丸めなところと、あと内装がベージュというか茶色系が良かったので、そこが一番気に入ってます。買わないか、そう、手放そうと思ってるって相談されたんで、譲ってくださいって何回か通い詰めて説得してって感じです。もう10年前ぐらいからずっと買いたいと思ったんですけど、仕事の関係上ずっと軽自動車乗ってたので、ただまあもうこのタイミングで買わないと、年齢的にも車の年齢的にもそろそろ次買うっていうのが難しいかなと思ったので、今のタイミングで購入しました。でも彼が反対しないでくれたんで、反対されてたら買ってないから、そう、多分その支えなかったら買わなかったと思います。買っててよかったです、今もっと上がってるんで。ここ半年ぐらいでめっちゃ上がりますよね。もう嫁入り道具で資産として手放すつもりは今のとこないですね。いや、もうめちゃめちゃもうこれに乗ってるだけで楽しいんで、普段メインカーではないのでプライベートの車なんですけど、まあでも本当に外に出るようになりました。そうですね、今コロナなんであれですけど、でもやっぱりなんか友達と出かける時とかも車出すよって言っちゃいます。最初はめっちゃ驚かれましたけど、まあ、だんだんなんか濃いねとは言われるようになりました。ただディーゼル車なんで排気の関係があるんですけど、まあ、行きたいのは本当は湘南とか行きたいです。やりたいこと、でももっと今日キャンプ初めてだったんで、もっとキャンプとかアウトドアのことデビューしていきたいと思います。一番自分が理想としてるのは、子供が生まれて子供とこの車で出かけたりとか、ちょっと旅行行ったりとか、それがもう憧れです。